速報、強いぞ日本、4対2で強豪トルコ撃破、欧州遠征2連勝飾る。世界ランク20位の日本代表は12日、国際親善試合で同41位のトルコ代表に4対2で快勝。かつて日本中が熱狂した2年ワールドカップ日韓大会決勝トーナメント1回戦以来21年ぶりの再戦を制し、9日のドイツ戦に続き2連勝で欧州遠征を終えた。4対1で快勝した9日のドイツ戦から中2日とあってスタメン10人を大幅入れ替え、久保、堂安、伊藤敦史、中村らが先発起用され、ディフェンダーマイクマとディフェンダー町田は A 代表デビューとなった。試合は前半15分に伊藤が先制弾。右サイドでボールを受けると堂安とのワンツーで中央にスライドしながらペナルティエリアの手前から左足を一閃。強烈なシュートがゴール右上へと突き刺さり、6月のエルサルバドル戦以来 A 代表2戦目の出場にして記念すべき初ゴールを挙げた。勢いに乗った日本は続けざまに2得点。同28分に久保の無回転シュートを相手ゴールキーパーが引いたところを中村が押し込み追加点。さらに8分後には右サイドのマイクマからのクロスを受けた中村が相手ディフェンダーの股を抜くシュートを放ち3点目。前半終了間際にはセットプレーから失点。ゴールキーパー中村も負傷交代となるなどのアクシデントに襲われたが、3対1と2点リードで後半へと折り返した。日本は後半頭から3枚替え。2得点の中村圭、1アシストのマイクマ、堂安が下がり前だ、橋岡、伊藤を投入。一方、トルコも後半頭からチャルハノール、ウンデル、デミラルら主力メンバーを投入してきた。すると後半16分にユルブルに決められ失点。1点差に迫られたが中村の負傷で緊急出場となったシュミット・ダニエルが好セーブを連発。同30分には伊藤が右サイドを猛スピードで突破し、ペナルティエリアで倒され PK を獲得。このチャンスを伊藤自らが決め、ドイツ戦に続く2試合連続ゴールを記録。悪い流れを断ち切り解消。21年ぶりの再戦でリベンジを果たした。熱すぎた。久保は本当にレベル違うね。トリプル伊藤すごかった。マイク守っと見たかったな。森下も出してあげて。過去最強やん。もう欧州も怖くない。日韓ワールドカップのリベンジ達成。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。